こんにちは、ヨガ講師のめぐみです。30日間の朝ヨガチャレンジ Day25 は朝のパワーヨガをお届けします。今日のアファメーションは、私は直感に従います。私は直感に従います。その直感がやってくるためのスペース、その、ね、こう体のスペース、心のスペース、そういう余裕を今日は取り戻していきましょう。そしたら両足軽く腰幅くらいに開いて、まず吸う息で背骨を長く、吐く息で頭を左に倒して、左手を頭の上に置いて右の首筋を伸ばしていきましょう。こう右手は楽に重く重く、両足均等に体重を感じていきます。そしたら手をほどいて真ん中に戻って反対側です。吸って背骨を長く、吐いて頭を右に倒して、右手を頭の上に置いて、その腕の重さを使いながら左の首筋広げていきましょう。そして左手は重く重く、もう一呼吸終わったらゆっくり真ん中に戻って、マットの前方で両足を揃えて立っていきましょう。親指を揃えて少しかかとを離して、両手がふわっと体側です。呼吸に合わせて動いていきます。吸って両手回し上げて頭上で合掌、吐いて前屈ダイブするように、膝を曲げて手のひらマットにつきます。吸って背骨が前、ルックアップ。吐いて前屈、両手がマット。一度起き上がっていきます。吸って両手回し上げて頭上で合掌、大きく伸びて。吐いて両手胸の前に下ろしていきます。吸って頭上で合掌。吐いて前屈、ダイブ。膝を曲げて手のひらマット。吸って前に伸びてルックアップ。吐いて前屈、足を引いてプランク。両足腰幅でぐっとかかとを蹴り出しましょう。膝をついて胸、顎マットに下ろしていきます。脇を締めて吸ってコブラ、吐いてダウンドッグ。最初のダウンドッグなので、足踏みをしたりお尻を揺らしたり必要な動きを加えていきましょう。頭をブラブラと揺らしたり、次の吸う息で右足を大きく振り上げて、吐く息でおでこと右膝近づけるようにプランクのポジションに入ってきます。もう一度吸って右足振り上げて、手でマットをして、吐いてプランク、おでこと右膝近づけます。あともう一回吸って、吐いてぐーっとお腹を縮めていく。このまま右足を右手の内側に踏み込んでウォリアー2に入ります。体を左に開いて、右の膝を曲げて両手を左右に大きく開いていきます。視線が右手の方。胸の中心から腕が入ってるイメージ。右手を返して吸ってリバース。上半身このまま右の膝を伸ばして、ここから三角のポーズに入ります。体を右足に向かって倒して、右手がすね、左手が天井。骨盤も胸も大きく開いていきましょう。吐いて左手顔の横に伸ばしていく。体側長く。視線下を見て両手がマット。一回両手カップハンズで左のかかとをぐっと後ろに蹴り出します。吸って前に伸びて。吐いて右にツイスト。お腹を深く絞っていく。視線が天井。左のかかと強く蹴り出します。右手下ろして両手マット。ここからサイドプランクです。右足を左足に重ねて体をくるっと右に向けて、余裕があったら右手が天井。視線も天井。右手を下ろしてプランクに戻ります。膝胸顎がチャトランガ。吸ってコブラかアップドッグ。吐いてダウンドッグ。一度全身大きく伸ばしていきましょう。反対側に入っていきます。吸う息で左足を振り上げて、吐いておでこと左膝を近づけます。プランクのポジション。吸って大きく伸びて、
吐いてぐーっと丸まって、ラスト1回吸って、手で強くマットをして、吐いておでこと左膝近づけます。お腹ぐーっと絞っていく。このまま左足左手の内側、右の足ついてウォーリアー2、体を右に向けて左の膝強く踏み込んで、視線が左手の方、両肩楽に、左手返して吸ってリバース。ここから左の膝を伸ばして三角のポーズに入ります。上体を左足に向かって倒していく。左手がすね、右手が天井。そう、全身を大きく広げていきましょう。吐いて右手が顔の横、指先遠く伸ばしていく。視線下を見て両手がマット。両手カップハンズにしたら、右のかかとを後ろに蹴って左にツイスト、イージーツイスト。肋骨をぐっと左に向けていく。右のかかとをもう一つ蹴り出します。左手を下ろして両手マット。左足引いてサイドプランクに入ります。体をくるっと左に向けて、骨盤も胸もしっかり起こしていく。余裕があれば左手が天井、余裕があれば視線が天井。左手を下ろしてプランク、膝胸顎カチャトランガ、吸ってコブラカップドッグ、吐いてダウンドッグ。両手両足力強くマットを感じていきましょう。視線前方を見て、歩くかジャンプで前に、吸って前に伸びてルックアップ、吐いて前屈。チェアポーズで起き上がります。膝を曲げて両手が顔の横、胸を起こして背骨を長く。ここから左足後ろにステップ、ハイランジに入ります。両足腰幅に整えて、右の膝深く曲げて左のかかと真後ろから、右手が上、左手が下、わしのポーズの腕を作ります。両手強く絡めていく。丁寧に左足を右足に絡めて、わしのポーズ、イーグルポーズ。手足締め合いながら、すべての力を中心に集めるように、お尻や腰、背面伸びてきます。なるべく肩を引き下げて、そしたら足をほどいて、手もほどいて、チェアポーズに戻ります。お尻を下げて、両手が顔の横。ぐっとお尻と手で引っ張り合うように。右足持ち上げて、後ろにステップ。逆足のハイランジです。左足が前、右足が後ろ。なるべく骨盤まっすぐ。じゃあもう一度、わしのポーズに入っていきましょう。左手が上、右手が下。手の甲か手のひら合わせて、肩すくまないように首長く保っていきます。ここから右足ポンと前に持ってきて、左足に絡めていきましょう。結構繊細なコントロールが必要です。ぐーっと手足ともに中心に締め合って、もう一つ左の膝を落としていく。頭を楽に、手足をほどいて、チェアポーズ。お尻を引いて、両手が顔の横。吐いて両手がマット。吸って前に伸びて、ルックアップ。吐いて歩くかジャンプでプランク。膝胸顎かチャトランガ。吸ってコブラカップドッグ。吐いてダウンドッグ。ここで3呼吸。両手強くマットをして、胸を足の方に近づけて、背骨を長く、顎の力、お顔の力も抜いていきます。そしたら両手を足の方に歩かせていきましょう。両足は腰幅、つま先平行、肘と肘を抱えて前屈、ダングリング。膝を曲げて、体を左右にブランブランと大きく揺らしていきます。肩を揺らしたり、頭を揺らしたり、顎を揺らしたり。
上半身楽にしていきましょう。真ん中に戻ってきたら両手をほどいて、ゆっくり膝を曲げて、お尻をマットに下ろして、あぐらで座っていきましょう。両手はももの上に置いて、そっとまぶたを閉じて、今の自然と広がる呼吸感じていきます。両手を胸の前に合わせて、親指が胸の真ん中、オムのチャンティングをしていきましょう。鼻から吸って、おありがとうございました。今日はパワフルなパワーヨガのプラクティスをお届けしました。軽く息が上がったなっていう方もいると思います。この今ね、巡りが良くなった状態は、すごく直感も生まれやすくなってくる状態です。どうぞ今日一日、自分の心に浮かんでくるもの、見えてくるこうビジョン、そういうものを繊細にキャッチしながら進んでいきましょう。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。